アロハタンタンです。本日はハワイ三大メーカーの一つコアロハさんからハワイメイドハワイアンコアモデルのテナーサイズ KTM00 テナーサイズをご紹介いたします。テナーサイズというと弦の長さがソプラノコンサートに比べて長いので同じ GCEA のチューニングにするのに一番引っ張る力が強いです。引っ張る力が強いということは弦が硬く感じるのですが、毎度ご案内しますコアロハさん、このナットからヘッドの角度が落ちていないのでほぼ弦がまっすぐです。なのでテンションがかからない、ほぼかかっていない柔らかい状態のまま弾けます。サイズアップしたいけど弦のテンションがきつくて弾けないという方にはコアロハさんとてもおすすめです。そしてコアロハさんのテナーサイズはロー G、 低い G が貼られています。通常は1オクターブ高い G なんですけど、このロー G、 太めのフロロカーボンが貼られています。なので通常の明るいウクレレのサウンドとはまた異なりますが、これはこれでまたね、いい味を出しております。弾き語りをする方とかは低音がしっかりと支えてくれるので歌いやすくなるかもしれません。というのは同じ G の音、ソの音なのでチューニングが違うから押さえ方が難しくなるということもなく、 F は F、G7 は G7、C、押さえ方は変わりません。なのでそのままコード譜でしたらそのままお楽しみいただけます。でソロウクレレに関してはロー G 対応のもの、そしてハイ G 対応のもの、両方ともお使いいただけるもの、譜面によって異なりますのでご確認ください。このスタンダードのテナーサイズ、現在1本だけしか店頭にありません。コアロハさんのスタンダードモデルのテナーサイズ、KTM00。KTM00。もともとロー G が貼られておりますので、普段と若干違う音域、音色がお楽しみいただけます。だいたい2本以上お買い上げいただく方は、2本目以上の方は何かをロー G にしようという方が多いんですが、最初からロー G が貼られております。幅広くお使いいただけるテナーサイズのロー G 仕様のハワイアンコアでできたテナーサイズ KTM00 KTM00 現在この1本しかございません。気になっている方、探していた方、待っていた方はぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフィホー。